高校女子 4×100m リレー優勝、敦賀高校です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のレースを振り返ってどうでしたか？はい、自分はスピードが全然出てなかったので反省しています。ゆきなが 200m3 本走っていたのに私がその分をカバーできなかったのがちょっと悔しいです。200の決勝の後ですぐでもうちょっと疲労感あったんですけど集中して走り切ることができました。バトンはうまくつなげたんですが、自分の走りができてなかったと思うので次は頑張りたいです。次の大会へ向けての意気込みがあればお願いします。もっと自分の足をコントロールして、スピード感のあるバトンをしたいです。去年の先輩たちが果たせな先輩たちや私たちが果たせなかった46秒台を出してインターハイに出場することです。一人一人の走力を上げて全体でレベルアップしていきたいです。バトンはもちろん自分の走りもしっかりしてインターハイで入賞できるようなチームになりたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。